どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、いつもトヨタばっかまとめやがってと、トヨタラブの太郎でございますが、本日はですね、ちょっと浮気をしまして、ホンダについてね、やっていこうと思います。そして、いつものプレゼン方式と一人語りをですね、ミックスさせて今回語っていきたいと。ということで、題名として、ホンダ宗一郎と揺れるホンダということで、ホンダ宗一郎にフォーカスしてやっていきたいと。 で、そんなですね、ホンダ界でございますが、本日はサテライトオフィスさんからスポンサードいただいてます。弊社もね、使ってる、例えば Google のワークスペースですとか、Windows のオフィスなんかも販売してますので、法人の方はです、ね、サブスク契約いただければですね、オフィス環境を一気に整えられたりするわけですね。サテライトオフィスさんいつもありがとうございます。 今回、ものづくり太郎書籍をなんと発刊することになりましてですね、角川さんから出ますと、日本の現場というものはデジタル変革に遅れてると言われてるわけですよね。じゃあ、具体的にどこが足りないのか、どうすればいいのかとか、将来どうなっていくのか、そういったことを本に書き殴っておりますので、ぜひね、4月1日予定になってますので、予約をいただきたいと思います。角川さんありがとうございます。 ということで、ホンダ会行ってみましょう。ホンダはですね、もう皆さん釈迦に説法でございますね。日本三大自動車メーカーの一 になっててましてですね国内だとトヨタ、ホンダ、日産ということで、ホンダの方が実は販売台数多くなっております。そして国内2番手の自動車メーカーになっておりまして、自家総額のランキングでトップ5に君臨するですね、もう世界屈指の自動車メーカーと言えると思います。今はトヨタの後ろに隠れておりますが、だってアメリカとかだとホンダブランドってすごいからね、エンジンのホンダでしょみたいな感じ。ホンダ大好きみたいな方がたくさんいらっしゃるし、もちろんタイに行っても走ってましたよね。 まあ、東南アジアのインドネシアも行ったことありますがインドネシアもねホンダの車いっぱい走ってますとホンダの事業構成ということで自動車メーカーとしては非常に異質な存在になってますねホンダといえば自動車のイメージがありますが実はですねバイクも強いですねナンバーワン二輪メーカーでございますそしてシビックのタイプ R ですとかこういった高音機もやってますしそしてホンダジェット も飛ばしているととうことでまあ、このホンダジェットの良さも後ほど語っていきたいと思いますが、自動車にとどまらないですね、原動機事業を展開していらっしゃいますね。そして、まあ、どういった会社なのかというと、まあ、このホンダのですね、YouTube から引っ張ってきておりますが、人々の生活や移動を豊かにするモビリティカンパニーだということで、まさにもう原付きからやってるし、スーパーカブやってるし、まあ、本当にモビリティカンパニーと言えるんじゃないかなと思います。まあ まあ自動車にこだわらない技術で勝ち抜く会社であると。で、ホンダの原動機の出荷台数でございますが、これ、すごい多くてですね、年間2,808万台になってるということで、まあ、二輪車が非常に多いですね。1, 575.7万台と、でパワープロダックスということで、まあ汎用エンジンなんかも500万台出荷しているということで驚異のトヨタよりも多いんじゃないですかっていう感じですね。そして売上構成なんか見てみると従業員もこんなに多いですね。従業員さん20万人を超えてですね、グループ会社382社と資本金が860億円ということで我が社なんても本当がふんって鼻息ピュアってやればピュアって飛んできますわ。で売上としては16兆9千億円ということで天文学数字になっておりますと。2022年度 第2四半期の累計売上収益8兆853億円と過去最高を更新しておりますね。会社概要になりますが、社名としてはホンダ技研工業株式会社。漢字になってますが、ニュースなんかではカタカナのホンダが採用されてますね。本社としては東京都港区に置いてまして、設立として1948年の9月として代表としては三部俊博さんがやられてますね。ホンダはですね、社長は全て技術出身ということで、東芝の二の舞は絶対踏むかと。 いう感じですね。投資は技術畑の社長がやってたんですけど、文系がやってですね、もう変なことになっておりますから、投資場の悪口はそこまでしろっていう感じですね。怒られちゃうと <laughs>。あの、投資場の社長、島田太郎さんなんかにもですね、Facebook で友達申請が来たりするわけですから、あんまり悪口言えないですね。で、創業者の本田宗総一郎から現在のミ銘さんまで、すべて牛舎が抜擢されてるということ、これ伝統になってますね。日本を代表する自動車メーカーだが、ホンダの4人事業はこの数年間、低収益の状況が続いておりますね。まあ、直近は5%程度に回復して、 おりまますすがコロナ明けぐらいまでですね収益性で見るとなんとですね営業利益からすると二輪事業2兆2000億円のうちですね営業利益3765億円とで一方で四輪事業ですね7兆8590億円のうち1129億円ということで実は二輪で稼ぎ出すのが四輪の 3倍以上もあるということで、年イが非常に優秀なんですねと。二輪事業の営業収益が脅威の17.1%ですよ。めちゃくちゃ高いです。二輪事業が何とか支えて全体の業績を牽引している構図でございますが、売上規模の大きなですね、自動車セグメントが今後正念場になってくるだろうということが言えると。まあ EV トレンドですねと。で、ホンダの強さの源泉と将来に迫りたいと思いますが、まずは、このホンダといえばですね、例えばトヨタだとトヨタ佐吉とか、喜一郎とかいらっしゃるわけ ですけどもやっぱりこの本田宗一郎はですね彼らよりもブランド力がありますね本田といえば宗一郎だろうというようなイメージが非常に強いとまず彼の物語で本田に迫っていこうと思いますとまあこの本田宗一郎ですねいろんな名言とか例えばショート動画1分で見るとですね本田宗一郎すごいみたいなイメージになるんですけども彼の本をですね読んでいくとですね現代の価値観で彼を表現するとパワハラクソじいでございますと わーくそ事実です。<laughs> まあまあでも、ホンダ総一郎そんな側面もあるんですけども、なかなか憎めないということで、一方でホンダらしさの原点でもあるというふうなことが言えるんじゃないかなというふうに思いました。ということで、ここからは一人語りやっていきたいと思いますと。いってらっしゃい ということで、ハイブリッド形式ですね。本来であれば、皆さんの方向を向いてですね、お話ししたいと思いますが、もうちょっとメモの字が小さいということで、ラジオみたいにですね、解説していきたいと思います。本田宗一郎ですね、果たしてどういった人生を歩んでいったのかですね、解き明かしていきたいと思います。まあ、ホ宗一郎はですね、1906年ですね、明治39年11月17日に、静岡県の岩田郡ですね、家冶屋をしていた本田義平と妻美香の間にですね、長男として生まれます。父親は 熟練しししたた家事職人ででございままてて妻ののもですねこの旗織り技術を持っておりました決して裕福とは言えない家庭ではあったんですが、ホンダ宗一郎のびのび育てられまして、当時ですね、村に初めて自動車がやってくるわけですね。ホンダ宗一郎もですね、その自動車を生で見まして、油の匂いとかですね、エンジン音とかを肌で感じまして、ガソリンの匂いなんかはですね、いい匂いだということで、いつか俺も車を作ってみたいというふうに思うようになりますと。ここでエンジニアの魂がですね、燃えるという形。 感じですね高等小学校卒業ですね15歳になりましてでっち方向に行くわけですね東京都本郷区のですね湯島のアート紹介に行きますここ何をやってたかというとですね自動車の整備と点検をやっておりましてなんとですねここでも自動車と縁があるとうわ自動車を近くで見れるんかというかじいるようにですね自動車直してる職人さんの後ろで見てですね直には当時触れなかったわけですけども職人の背中を見て育つという感じですねでアート紹介ででっち方向を始め で10ヶ月になるとですねついに自動車整備に関わらせてもらうようになりまして以降宗一郎は持ち前の器用さを武器にメキメキ腕を上げていきましたアート紹介のですね社長が坂木原さんという方でございまして宗一郎のですね熱心さを認めてですね総一と呼んで可愛がりまして方向の2年目の正月には規制を許すだけではなくてですね故郷まで帰る足としてオートバイまで貸し与えましたこれは宗一郎にとって最初のツーリング経験となってオートバイを気に入る きっかけになるわけですねここでオートバイにも目覚めていくわけでございますその後ですね1923年関東大震災が起こりましてこのアート紹介にも火の手が襲ってきたと しかし一方で、顧客の車に何があれば大変ということで、自動車をですね、一台ずつ安全なところに運転しないといけないということで、震災があったんですけども、宗一郎の中では、やったぞと、自動車の運転ができるぞということをですね、思ったというふうに解雇しておりますと。宗一郎は自動車を生まれて初めて運転することに感動と興奮を覚えてですね、地震など気にならなかったと語っておりますと。アート紹介は幸い、震災後も営業を続けることができたが、残った機械庫の大半は、実家がやばくなるわ わわけけでですすからみんなチリリになにっていくわけですね一方で、宗一郎のですね、実家は大丈夫でございまして、職人さんが減った中ですね、宗一郎に仕事が集まりですね、これも技術習得の一役になるということで、機械こう穴を埋めてですね、一人前になりまして、自動車を修理するようになりました。アート紹介の社長のですね、榊原さんはですね、宗一郎に多大な影響を与えており、経営者として牛舎としても榊原をお手本としていたと、宗一郎は後に語っております。総一郎は榊原 社長のこととをででですすねね親父と呼んでしたいです、ね、後に尊敬する人物を問われた時は常に榊原さんの名前を挙げていたことでも有名でございます宗一郎はですねアート商会からのれん分けということで当時お前だったらこのアート商会という名前を引き継いで営業してもいいぞということでアート商会浜松支店を開業してですね宗一郎ただ一人だけが榊原からのれん分けを許されたということでこの榊原さんから絶大な信頼を得ていたわけですね。 ここで一つ転機があるわけですけども、当時はですね、できたばかりの社員2名の小さな店に、細々と商売を続けるだけの収入しかなかったわけですけど、東一郎は発明家でございますから、ある時、偉大な発明をするわけですね。それが何かというと、自動車のタイヤ、ホイールのですね、中鉄製のスポークを持つ車輪を開発しまして、それまではですね、なんと木製の車輪だったわけですよ。で、木製だからこれガタガタ言うわけで、スポークというものは、例えば自転車もですね、ハブが でそこに金属が伸びてるでしょでそれが36本とか偶数の数だけ伸びてるんですけども輪っかのですねリムを支えてるわけで金属の棒のことをスポークというわけですねそれのテンションによっ 車輪ので、すすすねねねとか剛性をででで、ね、げたり調整できるわけです、ね、でこれ、乗り味にもものすごく影響するわけで、スポークの張りをですね、強くすれば剛性が高くなってですね、反応がいいような自転車になるわけですけども、これをですね、自動車にも適用したということですね。中鉄の新しい車輪は画期的な技術革新にございまして、自動車をですね、修理してるときに思いついたこのアイディアはですね、自動車の快適さを大幅に向上させ、事故も減らすことになりまして、世界中の自動車メーカーカからライセンスが舞い込み ですね、国際的な副業だったにもかかわらず、総一郎は当時の総理大臣と同じぐらいの収入を得る超大金持ちになっております。しかし、お金に対してですね、あまり興味のない総一郎はお金を貯めずですね、ハーレー・ダビッドソンを買ってですね、オートバイレースを始めたりですね、お手製のモーターボートに芸者を乗せて大騒ぎをしたりですね、はちゃめちゃな生活をしておりました。総一郎は27歳の時に、サチと結婚するわけでございますが、結婚してもですね、遊び癖は収まらずですね、芸者遊びにハマっておりまして、 ある日のこと友人と二人で芸者相手にですね、飲めや歌え、大裁きに始めまして、芸者がですね、総一郎に対してですね、反論するわけですね。そこにカチンと来たですね、総一郎はなんと、芸者をですね、二階から一階にですね、投げまして。<laughs> <laughs> 落としましまててでですすねねその芸者がですね電線に引っっかかって一命を取り何たる, <laughs> ることよと。もしですね、この暖かい時期であれば、芸者の服も薄手でございますので、引っかからなかっただろうと。<laughs> つまり芸者は死んでですね、今のホンダ技研工業はなかったということになるわけですね <laughs>。このような、はちゃめちゃ破天荒な宗一郎さんでございますと。<laughs> 散々遊んでいるように見える宗一郎でございますが、次なる自動車業界で成功するための計画を立て始めておりまして、今度は、ピストン このピストニン,ングというものは内燃エンジンのこういう動きをするのかな。部品の中でも特にですね、複雑なピストニン,ングがよく壊れましたと。宗一郎には最高のピストニン,ングを作れるという自信がありまして、当時の宗一郎は同僚に対して何かを一度見れば、俺には作り方がわかるんだぜと語っておりました。しかし、この時はまだものづ作りの難しさを知らないと。一つのものを非常に高品質に作るというものは、言い方良くないんですけど、結構誰でもできるんですけど、これを量産に向けて、良品を出さずに作るという 技術っていいいううののは非常に難難ししわけでですすねソイチローもこここさを痛感するということで当時ですね、トヨタ自動車に50本収めようとしたんですけども、なんと47個が不良品として返ってくるということですね。まあ、組み立てラインの品質管理や使用する原材料について考えていなかったわけですね。これにですね、そう一郎めげませんと。失敗から学ぶということをそう一郎モットーにしておりまして、他の人にも繰り返し言い聞かせた教訓でホンダの経理の,の一つになってるわけですけども、自分の経験だけ どうにもな,らんということでなんとですね現在の静岡大学工学部の受講生になってですね学び直すと。 いうことですね。すごいですね。成功ですね。そして機械工作技術、プレス加工、工具製作用の型技術ですね。部品の設計や製造について、休む間もなく学びました。しかし、2年目のある日ですね、退学を、この総一郎、言い渡されるわけですね。校長にですね、おいい、なんで俺が退学なんだつって、校長から試験を受けなかった者に、卒業免状はやれないというですね、当たり前のことを言われるという感じですね。 総一郎は免状をもらっても絶対にくれるという保証はないと。免状なんてどうでもいいと。仕事のために勉強してんだからもう、ええやろと。大学を命じられた後もですね、この総一郎ですね、学校に通い続けると、興味のある授業にはお忍びで受け続けるということですね。必要な知識をこれで得た総一郎は、まもなくピストニングやその製造に関する28件の特許を取得しました。そして品揃えを拡大した後、部品生産のために東海正規重工業という新会社を設立しまして、社員はすぐ2000人規模に になりましたね素晴らしいですね当時の日本の二大企業だったトヨタと中島飛行機という後のですね日産スバルの前身の会社にですね部品を供給する唯一の会社となりました最初の頃は不合格で返されてしまったピストンリングもようやくトヨタの同品として合格するようになっておりましてそれが元で戦時中トヨタの資本が40%入り資本金120万円の会社に成長してピストンリングの生産は本格化したわけですねやっぱり技術力はすごいとそして1945年でございます終戦となってピストンリング の製造は完全にお手上げとなってしまったということで物資が届かないサプライチェーンが破壊されるということですね東海世紀重工の株主であるトヨタからはトヨタの部品を作ったらどうかという話があったがまあ優先してですね総一郎はこれは断りですね東海世紀重工の全体を45万円でトヨタに売り渡しましたそして総一郎はここから人間休業すると言ってですねまた変わった人ですねえ仕事をもうやめるということでもう俺はもう好きなことやらせろということですね戦後の不況であぐ人々たちを知り 目にですね燃やすほど金のあった宗一郎は医療用アルコールから酒を密造して友人に譲ったりですねひどいですねすでに妻子もいたがだからといって休暇中に働くとか遊びを控えめにすることはなかったそうですね不満の多いそんな時期に思いがけず宗一郎のですね即業最大のののをもたたらしたのは妻の 幸でございましたと何があったかというと、これもサチさんは戦後ですよ、物資がないわけで、大変なわけですから、闇市にで,ですね、お米を買いに行くわけですね。しかしですね、米を買うことができずですね、ヘトヘトにくたびれて、平らっているときに、宗一が楽しそうに機械をいじっている姿を見てですね、一度あなたも米を買いに行ってみてくださいと。もうようやくですね、ぶち切れると。宗一郎をたしなめました。そこで宗一郎は、わかったと。自転車にエンジンをつけてやると。そうすれば楽になるだろうということですね。やっぱり発 そがちょっとと他人とは違いますね、うん、友人の家を訪れた宗次郎はそこで偶然旧陸軍の6号無線機発電用エンジンを見つけましてそのエンジンをですね自動車の補助動力に使おうと要するに原付きみたいなものですねひらめきまして宗次郎は近所の町をくまなく探し見つかる限りのエンジンをかき集めてですね移動に使えるように何時間もかけて改善改良しましたエンジンにはですねやっぱりこのガソリンが必要でございますから鉄だと腐食してですね燃料タンクダメにしてしまいますから燃料タンクがとりわけ 難しかったわけですけどここにですね、おそらくステンレス製のですね、湯たんぽを使ったわけですね。なんとかですね、原付きを完成させると。こんなものができたから乗ってみろよと、進めましたと。いろいろ問題等はあったんですけども、なんとか作りまして、自分で乗ってみると、これは便利だと。買い物の遠出も苦にならなくなって、妻も喜んだということで、妻の喜ぶ顔を見てですね、なるほどと。日本の主婦にはこの原付きがめちゃめちゃ売れるだろうと、需要があるに違いないということですね。マーケティングも、そういうろ、優れてるわけですね。ということで、後に彼は 製品が期待を超えた時の妻の反応を買う喜びと呼んでるわけですね心を動かすということですねそのような顧客の反応を求めることが会社を動かす根本理念になったということでここにもホンダの理念につながってるわけですね原付自動車1台作るのに最低1日はかかったが、まあ、作れば売れるとところがですね数百件作ったところで無料に仕入れていた軍の放出エンジンが底をつきですね事業を諦めなければならないとしかしこの経験が妻の一言からですね人間休業から復帰すると ということですね 総一はは活力をを取りり戻し今度は一からオートバイを作り始めるわけですねまずはエンジンから始めようと。小さな工場を浜松に開設しまして、父親の援助で完成した20人規模の工場でございましたと。その工場で生産されてるのは非常に丈夫で信頼性の高い2ストロークエンジンでございましたが、まあこのエンジンはですね、国内市場では大成功を収めましたね。戦後、このエンジンも不足しておりますから、大いに売れたということでございますが、とても国外に出せる代物ではなかったそうですと。ここからですね総一郎のパ 深まっていくわけでございますがそうしろ何を大切にしていたかというともう他と一緒なのが許せんともう絶 絶対にホンダオリジナルがいいということで絶対真似をするなというものが口癖でございましたもちろんこれはあくまで理想論であり絶対的な基準として例外なく実現するのは難しいと宗一郎自身にもですねこのことは分かっていましたが6号無線機のエンジンそっくりコピーすれば大体問題ないんですけども性能は出るんですから工学士として初めてホンダに雇われたですね川島さん後のホンダ二代目社長はですねそういうふうに解雇してるわけですがところがですね総一郎はですねそのまんまっていうものがですね大嫌いと会社の ですね、独自色を出す画期的なデザインを目指す翔一郎はエンジニアたちが持ってくる設計図にことごとく失望しまして「なんだこれ信じられないこんなんエンジニアのプライドをお前たち持ってんのか?」とか言ってですねもうこの設計図をくしゃくしゃに丸めてですね付け返すということをするわけですねで相手に体操を命じてですねこんな上司嫌ですねということでエンジン工場でこのまま働くべきかどうか考えてみろとか言ってね今の宮崎駿みたいな感じですねそんなエピソードも残ってると当時ですね本田翔一郎いくつかアイディア出しております が一つがですね、煙突エンジンということで非常に高性能な、まぁ、あ、ちょっと当時の技術では作るの難しいんですけども素晴らしいエンジンを作ってるのと、あとホンダ初のオートバイのエンジンになるんですがこれ A 型エンジンと呼ばれております。これ何がすごいかというとですね、通常空気とガソリンの混合器はピストンの吸気バルブからエンジンに入ると。ところが A 型エンジンはクランクケースの内側についたロータリーディスクバルブから入るように変更され、それによってシリア リンダーが入るガソリンの量を正確に制御できるようになったということで非常にガソリンの量をコントロールすることができるわけですから必要以上に燃料を消費しなくなったということで非常にエコなエンジンになるわけですねそういったエンジンを作ることに成功したとでその後にもいくつかエンジンを作ってですね当時 A 型 B 型 C 型 D 型ということで D 型エンジンというものも開発されて D 型はですね D から取ってですねバイクはドリームと 名付けられましたこのドリームというものはザ・パワー・オブ・ドリームズということで今のホンダのアイデンティティにもなっておりますがフレーズがありますよねそれが会社のキャッチコピーになっているここから来ているわけですねでエンジンの他にもですねこのドリーム語はですね3つの点でホンダらしいイノベーションがございましてまずですねフレームに交換チューブということでパイプではなくてですねプレス加工でも作れるですねチャンネル高チューブを用いたということで所有する金型装置で安易に製造 できると次にですねクラッチのないマニュアル二段変速を採用したということですねそして最後に色を丸にしたわけですねこのようなホンダらしい革新があったのともう一つ素晴らしいのがこれが一番僕は素晴らしいと思うんですけどもオートバイではですね史上初となるコンベヤーによるですねオートバイをコンベヤーに乗せてですねこういうふうに流していくという感じですよねそういった大量生産方式を導入したということでその結果はある意味で数十年後の日本の製造業の成を このようなな生産方式がかったわけですねこのドリーム号は当初こそ売れ行きは好調だったわけでございますがトヨタを苦しめたですねドッチラインという金融引き締め政策が走りましてこれによってですね100万人近くの労働者が解雇されたというふうに言われてまして非常な不況に陥るわけですね為替レートも360円に固定されるなどですねそしてドリーム号長い坂なんか登るとですね一足に入れるということでずっとそのローに入れる足でここ このスイッチを踏み続けないといけないということで、まあ、これが不評になるということでございますと。このドッチラインとですね、不評からですね、ホンダ一気に倒産の瀬戸際まで追い込まれるわけですね。部品業者への支払いが遅れたりですね、社員に給料の支払いを何週間か待ってもらうこともよくあったということで、総一郎もですね、42歳になっておりまして、当時平均寿命が60歳時代でございますから、42歳といえばかなり高齢に差し掛かる手前であるということだと思いますが、ここで失敗すればですね、おそらく4番目のキャリアはないと。 と感じてですね。会社を失いまいということで非常に頑張ります。財政が逼迫して、その処理に時間を食われてですね。苦境脱出の唯一の道である。新しいオートバイの設計や開発に集中できませんでした。真剣に自分に問いかけ、もし今諦めたら皆餓死することになると、宗一郎は振り返っていると、まじ、あ、めな社員たちの姿を想像した。彼らの人生を私にかかっているということわけでございますが、これはですね。僕も社員を食わせると言ったら、ちょっと存在かもしれませんが、私の会社をですね。追われることになったらどうなるかということを考えるわけで。 ございましてここはまあ経営者たる自分としてもですね非常にシンパシーが湧くところでございますと彼ら彼女のあの人生は私にかかってるとそしてそいつらは決断しました財政というかバックエンド側は俺は弱いということで技術は持ってるけども経営的な側面としてもう一人パートナーが必要だということで奇跡的な出会いということで藤沢武夫さんと出会うわけでございますとそいつらはこのように閉じてますもし俺たちががパーートナにになるなるるら彼のここととととはは任せるとだが何を作り出すかいいうことについては 成虫というものは腰に当時刀がありますよね。 これ確か中国のことわざだったと思いますが、相手を止めるときに刀でパッと止めるっていうことですね。それを成中というわけでございますが、技術に対して、俺を成中するということは受け入れられないと。なぜなら俺は技術者だからと。藤沢は分かったと。申し分ない条件である。それじゃあ、お金の方は私が引き受けようじゃないか。そしてエンジニアの仕事はお任せします。一番仕事のやりやすい方法を私が講じましょうということで、営業だったり、そしてお金の面で、このホンダ危険工業は次のですね、成長の道をたど 自ら出資した50万も含めて1000万円を調達しまた東京で新たに敏腕の営業チームを組織しホンダの市場を人口集中地域へと広げたと同じく本社も東京に移しまして製造設備の大半は地方に残った たわけでございますが、まあ、外回り営業プラス経費を潤沢に営業マンに持たせまして、時にはですね。オートバイの販売場にですね。泊まり込みをさせてですね。撹拌をさせるということでございます。粘り強いオートバイの販売でですね。バイクの販売台数はすぐに月間1000台を超えたそうでございますと。とということで、宗一郎は重大な財務上の危機に見舞われず、会社を想像力に富んだエンジニアリングの場にすることができました。と、新しいモデルのバイクが出るたびに、その技術や機能は前のモデルをしのいで。 いくわけですねということで、画期的な4ストロークエンジンを導入して、馬力を2倍にしたりですね、業界人を仰天させるような技術をどんどん出していくわけでございます。さらにその数年後ですね、時代を先取りした2種類のオートバイを生み出します。これで生まれるのが今現代でも残るですね、ベンディーとですね、スーパーカブですね。ベンディーの良さはですね、何かというと、スイングアームということで、後ろのタイヤを支えるショックをですね、スイングしてですね、吸収するものなんですけども、そこに対してエンジン を取り付けましてこのエンジンの振動に関しても取り除くことに成功したわけですねでもう一つですねスーパーカブの良さというものは燃料タンクというものは当時運転手の前に置かれてたわけですねまあこういうようなバイクをですねイメージいただくと前に燃料があるわけですけどもスーパーカブはお尻の下に燃料をやったことによって前にすごいスペースができたわけですねまあ燃費がいいよねっていうイメージがあると思うんですけどもそうではなくて女性でも乗れるような足を開発した こととにスーパーパカブのの凄さというものはあったわけですね画期的なアイディアを持ってですね次々にヒット商品を生み出していったと1960年代初めですねホンダ機源工場、まあ、設立わずか十数年で世界の主要市場向けに年間100万台のバイクを生産する世界一のオートバイメーカーになりましたそれほど人気を集めたのは抜群のエンジンメーカーだという新しい評判が国際的に広がったことが大きかった ととということですねともう一つ、ホンダの名声をですね、上げる出来事がございます。それはですね、1954年、伝説的な宣言をします。ホンダはですね、マンというですね、マンというものはイギリスのオフィシアにあたる、まあ、タックスヘーブンなんですけども、まあ、小さい島でございますが、ここでの TT レースというものがありまして、ここに出て優勝するぞということを宣言書をしたためまして、非常に熱のこもって 宣言をすするわけですねその宣言書の中にこれをきっかけにですね海外にも販路を求めるということで1950年代からですね本田総一郎というものはグローバルに向かっておりまして日本だけに閉じこもっていてはダメだというですね素晴らしい赤岩を持っていたわけですね、まあ、将来を見通すという感じでございます今のマントの TT レースの動画が今流れてるかもしれませんが今はでもうチガイのレースですねということで 300キロぐらいででですすね街中駆け抜けるわけ抜わ非常に危険なレースでございますとで当時から約60キロの山岳コースをですね平均時速160キロ今もう300キロ以上出すようなレースになっておりますが走り続ける厳しいレースでございました当時の日本はですね工業や技術では全く無名で、まあ、今から考えられませんね宗一郎の一見無謀な宣言はヨーロッパ人の出生を勝ったわけですねそんなことはできはねえだろうと こんなな風に皮肉なれておりますヨーロッパの新聞はですね日本人が土日もですね働くということで世界の巨大企業に比べて生産性や効率が劣ってるからやつらは土日も働いてるんだとしかし総一郎は何十年も前からですねオートバイレースを経験しており競技レースにかける熱い思いを失ったことは一度もなかったこともありますしここで優勝すれば会社の評価が永久に 変わると要するに最高のマーケティングのチャンスであると注目を集める国際大会で成功すれば即座に本物と認定されるわけですね地道にですねトヨタのようにいいものを作っていくという方法もありますがホンダはですねこのレースに勝ってですね F1 にも参戦しておりますが名声を手に入れるというマーケティング方法を選んだわけですね宣言から5年後の1959年のレースでございますが 125cc でホンダのバイクは6位7位8位11位という成績にとどまりましたが2年後にはもっと準備を整えまして エンジンは現在の飛行機のエンジンすら超えるですね1万 5,000rpm と同時に馬力も3倍にアップしましてですねヨーロッパ人が仰天するということでヨーロッパのバイクメーカーをフルボッコにするわけですね。<laughs> ついにホンダのバイクは 125cc と 250cc で1位から5位まで独占しまして世界中のメーカーや顧客にもホンダを見直さざるを得なくなりましたイギリスのデイリーミラー氏はですね1961年のレースをホンダのエンジンは世界最高で精密な時計のようだと100点満点の見出しで記事を出しておりますと,ということでホンダは世界的に称賛れるようになるとホンダ総一郎と藤沢ですね新しい名声をすぐに生かし数年間温めていたはるかに大きな野望の実 現に乗り出しとということでそうこででそなんです自動車を作りたいということで自動車メーカーへの第一歩を踏み出すわけですね。 途中ですが告知になります。来週のですね、2月22日木曜日の16時から、富士通さんのイベントですね、サーキュラーエコノミーとか、カーボンフットプリントとかですね、脱炭素の波が襲ってきてると、国際会議の半分はこの議題になってまして、大手、中小を含めてですね、対応せざるを得ないというかですね、今の現在地点どうなってんだというところを議論させていただきます。前回大盛り上がりで非常に高評価が多かったイベントになってますので、概要欄からチェックいただいて参加いただきたいと思います。 思いいますということでお願いしますなんで当時そのホンダはですね自動車メーカー参入を目論んだかというとオートバイブームは長く続かないことは分かっていたと一方で自動車というものは市場がどん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 拡大していくだろうということなんですね。とはいえですね自動車産業への参入は極めてリスクが高く費用がかかる上に競争も激しいと。 いうことですね、日本では1930年代に日産とトヨタが登場した後長い間産業を目論むむ者はおりませんでしたと宗一郎と藤沢、ね、もです、ね、成功はおそらく難しいんじゃないかということは認識していたわけでございますが世界一のオートバイ会社となったホンダにはです、ね、他の企業にはない技術や資源があると信じておりましてそれが優れたエンジンの製造方法であるとそれとか組み立てラインの経験もですねウェルトコンベア方式を導入しておりますしそういった知見もあると オートバイ事業のキャッシュフローを初期の自動車事業に回すことだって可能であるということで自動車産業に勝負をかけると一方でですね経産省当時の通産省はですね自由貿易に対してですねアメリカから圧力がかけられておりまして日本国もですね自動車メーカーを複数社ではなくてですね日産とトヨタにリソースを集中して戦った方がいいのではないかということで法案を通すようなことが進んでおりましたがここに対してですね僕は は絶対できないんですけども通算省に向かってですねやれるもんならやってみろと 屈しないぞ、国には。ということで、弊社は株式会社でございますから、国の言うことは聞きませんで、通産省に対しても挑んでいくわけですね。と同時にですね、1960年前後ですね、今のホンダを作る礎となった出来事がもう一つありまして、それは R&D 部門を独立させてですね、R&D 部分に裁量権を渡すということで、短期的な利益目標が掲げられないように、長期的なイノベーションの利益だけを追求できるような組織体を作ろうと。ホンダの,強さの 原動力になるですね研究開発部門を創出することも大きかったのかなというふうに思います実際ですねホンダはですね就任の5%以上を毎年ですね研究開発チームに割り 当てててておおりりままして1957 1963 10 S500 年年年以降ほぼ毎年水準を守っすすとと月ですねということとで初めて自動車を販売するとこれはですね、進化した小型エンジンを乗せておりまして、日本の記者には4人のオートバイに過ぎないと酷評されたわけでございますが、進化した小型エンジンはかなりのスピードが出て燃費が良かったそうで、まあ、明らかに発展途上の自動車となってですね、今とは伝説になっていると。で、一方で、海外市場なんですけども、 ここののの S500 後期モデルででですすすすねねアメリカとヨーーロッパににオートバイの販売売ががありままからそこに乗せてですね売ったわけでございますが当時ですね、オートバイはまあ確かにホンダさんすごいですね。しかしですね、日本車に対しては今でこそ違いますが、例えばアメリカ、ヨーロッパの自国企業の車と同じレベルと見るまでには至っておらずですね、自動車にはバイクより多くの可動部があり、はるかに複雑というものが当時の共通認識でございましたと。だが、総一郎はですね、こうした偏見を解消する突破口 を見出したととと何かいいうとそうそななんんでででですすすすすこれもエンジンジね <laughs> すごいですねねごマスキー法です、ね、トヨタの会でも語っておりますがこのマスキー法というものはアメリカ発のですね環境規制になりますが非常に厳しいものだったんですね例えば一酸化炭素炭素水素 HC 等ですね5年で90%削減しろということを義務付ける内容でございましたと当時のビッグ 3GM フォードクライスラーはですね失業者を増やす反業界的な法案だともう 反発しましまたが当時環境問題に対する懸念が非常に国内で高まっておりましたので修正案は議会であっさりと可決されたということで自動車メーカーここに対応しないといけないということになりますが宗次郎さんは技術屋ですからおおやっと俺たちのチャンス来たぞとピンチはチャンスということでこ絶対にチャンスにしてやるぞと。 いうことですね、彼は社員の前でですね、興奮気味に演説をしまして、このように語っております。今こそホンダが世界の市場を手にするチャンスだと。これは素晴らしいですね。こんな経営者今いないですから。どの自動車メーカーも全く同じ問題に直面していると。技術は金で買うことはできないと。これはホンダがアイディアと技術で世界の何重ものライバルと競える繊細一遇のチャンスであると。技術でうちが負けるわけないと。 いうことを言うわけですね。<laughs> 面白いでしょだからやっぱホンダらしさってあるわけですよ。パワハラクソじじいでございますが、ホンダっぽいって言ったらあれですけども、やっぱりなんか応援したくなるという感じですね。この CVCC はですね、総一郎さんも一筋縄ではいかずですね、藤沢さんと唯一対立するような事件も起こすわけですね。これ何かというと、当時ホンダのエンジンというものは空冷式だったわけですよ。で、空冷式というものは、ボンネットの中にエンジンが収められてるわけですけども、自然吸気というかね、自然の風で冷やすのが空冷式で、 で水冷式というものはですねポンプで水をですね押し出してこのエンジンを水の力で効率的に冷やすという技術だったわけですねでこれに対して対立しましてですね総一郎さんはどうしても空冷式で行きたいということをですね重視するとしかしですねホンダの研究会やチームは空冷エンジンでは絶対マスキー法の基準を満たすことはできないと ということですね彼らの意見ではガス排出を減らしつつ自動車の性能を許容可能レベルに維持する方法は2つあった。1つは速度を維持しながら トルクを減らすこともう一つは空気と燃料の混合率を細かく制御することでどちらも水冷エンジンを必要としていったということですね総一郎は納得せずですね研究開発チームによる冷水エンジンの検討を許可しませんでしたしかしながらですね本田総一郎のですね堅くなな態度はエンジニアの自主性と矛盾するような内容だったわけですね研究テーマの自由な選択は総一郎の認める範囲にとどまるということであればですね同時にそれまで個人の創造の文化によって成功してきた ホンダののの将来が一郎1人の判断ににかかっっててししままううとということのニヤリイコールになってしまうと藤沢はですね特にそれを気にかけ矛盾する理念の対立がホンダにとって致命的になることを予感しますエンジニアたちが意に反して空冷エンジンの開発をもう無理って言ってんだからそこに対してホンダ・総一郎にですね強いられればホンダの業績を生み出しているイノベーションという土台が揺らぐということで藤沢は総一郎にですね言うわけですね私はは技術者ででないの,でこの点に関しては 触れてこないで来ましたしかし一つだけご自身に尋ねて見てほしいことがあります総一郎に切り出すわけですねあなたはホンダ技研工業の社長なんですかとそれとも牛舎なんですかとどちらかを選ぶべきではないでしょうかどう考えているのか お聞かせくださいということを総一郎に藤沢はったわけですね曽一郎はその質問の裏にですね研究開発スタッフがいることを察しましたが藤沢の経営者としての最確を素直に尊敬していたので跳ね付けませんでしたなぜ相手がこの問題を打ち出しなぜ最後通告を突きつけているのかを考え会社が本来の進路から外れているのを防ごうとしているのかということに気がつきましてですね総一郎は広く動揺します細かい点に立ち入る権限を失いたくないと思ったが理屈として研究開発と経営 の明確な切り分けを求める藤沢が正しいことは分かっておりまして長い沈黙の後ですね総一郎は答えましたやはり俺は社長としているべきだろうねということで藤沢は尋ねた冷水でやらせるんですね総一郎は答えたそうしようそれがいいということですね説得されるということでございますこの件で藤沢は願っていたのはホンダの価値観を強化することだけだったと 藤沢さん素晴らしいですねそこで社長から権限を奪ったり社長の立場を弱めたりする意図はないと分かってもらうために付け加えました「本田さんあなたが辞める時は私も辞めます」ということですね心温まるエピソードでございます痛みを伴う瞬間でありましたが2人のリーダーの協力関係によって それぞれぞの役割を妨げたり2人のリーダーの協力関係はこの事件によってですねより緊密になりそれぞれの役割を妨げたり揉めたりせずに再確認することができたということでございますこうしてですねホンンンンンダの CVCC エエジジ複合混流調整燃焼方式エンジンを発表しましまたそれまでエンジン設計から大きく飛躍し量産されてきた自動車エンジンと全く異なるものでございましてトヨタの本にはですね当時ロシアの文献も読み上げて ね、CVCC エンジンジを作ったとということが書かれております排気ガスの削減目標に従う車両設計としては触媒をつけてノックストをですね取り去ろうということを考えておりましたがこれもまだ完成の域に達しておりませんでしたしかしながらそのような状況下でホンダの CVCC エンジンはそういう数年からかけ離れたものでございまして有害な排気ガスを取り除く触媒コンバーターではなくその代わりに1つのシリンダーに2つのキャブレターがついた吸気ラインが搭載されて 副燃焼室に添加しやすい濃い混合器を送り込むと。これによって で副燃焼室の強力な炎でシリンダー内のはるかに薄いガソリンと酸素の混合器が着火されるそして起きる爆発は強力で効率がいいだけではなくかなり純粋で燃え残りの炭素水素一酸化炭素窒素酸化物の生成を防ぐことができたんですね本段はいにですね CVCC エンジンを開発しましてシリンダー内の爆発としてはですね非常に強力で効率がいいものになりましてそして燃費もいいと1リットル17キロ以上という数字はですね 業界で圧倒的な1位を収めると。こうして CVC エンジンはですね、マスキー法の排出基準を難なく果たしただけではなくて、自動車業界全体に大きな衝撃を与えてですね、あのトヨタもですね、ホンダさんと技術を教えていただけないでしょうかということで、勾病を垂れてですね、教えをこう言っているわけですね。大半のメーカーはホンダからこの新しいエンジン設計のライセンス許を受けましたと。注目に値するのは GM ということで、こんな逸話と残っていると。GM はですね、この CVC エンジンを 全く認めずですね。会長のリチャードはですね、1973年に、を見てみたよおもちゃのオートバイでは使えるかもしれないが、GM の車に使えるような白物じゃないね、という風に喧嘩を吹っかけていきますね。総一郎はですね、決起盛んでございますから、これに対してですね、当時の GM 志望連のインパラをですね、わざわざ日本に輸入してですね、インパラのエンジンを特注の CVCC エンジンにわざわざ乗せ替えてですね、送り返すということをやっておりますと。<laughs> プレイーボーイのインタビューに関してもですね、 新しいハイガス基準が議会を通過したとき、我々は50人にエンジニアを雇ったが、GM は50人の弁護士を雇ったということで、皮肉っておりますね。<laughs> この辺がですね、痛快なエピソードでございます。 で、1974年ですね、CVCC が搭載されたシブックが発売されましてですね、もう売れに売れたと。その画期的なエンジンが評判となり、シブックは世界中で大いに売れて、すぐにフォルクスワーゲンビートルをしのぐ小型の模範になったと。自動車生産の開始からわずか9年でホンダ技術力を武器に世界に簡たる自動車メーカーになったのだと。 それから10年も経たない1982年にはですね、オハイオ州のメアリーズビル工場を開設しまして、アメリカにも工場を作っちゃったということで、まさにエンジンの技術力で、ホンダの快進撃はとどまることを知らなかったという感じでございます。一方でアメリカ進出が始まった時ですね、そちらと藤沢はすでに第一線を敷いておりましたと。 聞いた理由もですね宗一郎と藤沢はもはや自分たちよりエネルギッシュな若い世代がいるので彼らがやるべきだということで若い人たちに道を譲るということですね。俺と藤沢は2人で一つなんだとちょうど見習いの芸者が2人で一人前と数えられるみたいになる どちららかかかががいいななっっったた後輩でき辞辞辞めめめるるるももも同じ片片方方にはもううんだよということこを言ってます1988年12月30日ということで僕が生まれた年でもございますが藤沢武夫はですね心筋梗塞のため78歳でお亡くなりになっております宗一郎は葬儀の場で俺たちはどこまでも明るく輝こうとしたと俺の人生をここまで幸せなものにしてくれてありがとうということを言ったということですね本田宗一郎はがんによってですね肝不全で生涯を閉じたということでこれ 1991年の8月5日にお亡くなりになってますね84歳だったそうです世界のメディアがその死を報じましてニューヨークタイムズは1面で追悼記事を掲載したと生前ですね宗一郎は遺言代わりに車窓をしてはならないというふうに言ったそうです車窓なんかすればですね交通渋滞の原因になり世間に迷惑かかるとそんなことは車屋として絶対にやってはならないと語っていたそうです車窓に代わるお礼の会をですね投稿青山の本社の他埼玉本拠地の鈴鹿ですよねここでは N 作られてますし鈴鹿サーキットもありますが各製作所で開催されたと会場には延べ6万2千人が訪れ総一郎を尊んだと以前からこういうのあったですねソニーの遭遇者イブカさんですね総一郎を請求の際に接しお葬式やなさらないと本田さんはこの世の中にいろいろなものを残されたがこれは本田さんに一番最後に監視された大事件であるというふうに新聞にコメントしておりますということでハチャメツですけど何か胸のスカッとするようなですね男 のあるまさにおやじさんというような方だったんじゃないでしょうかと。 いかがでしたでしょうか物語だからこれいいわけで、部下だったら大変ですよ。まあ、終わり良ければ全て良しという感じでしょうかと。応援したくなる魅力が、そのホンダ総一郎には集まってるかなというところがあると思います。このいい親父さんって言われてますね。総一郎というものは、親父が作り出したですね。ホンダは今現在、正念場に言うと。二輪事業は非常にうまくいってるんですけども、四輪事業の方向性ですね。売り上げの大部分自動車ですから、ここの家益率でだいぶホンダの方向性変わってきてしまうということで、 の方向性が将来を分けるるようなな展開になってきてきとそしてホンダは何の会社かということでございますがそれはですねこの物語を聞いていただいて分かるとおりホンダはですねもうホンダの技術力がこれマーケティングになってるわけですねやっぱり車もホンダらしい乗り味とか言われるわけですよそしてその技術力の中枢にあるのがエンジンなんですね例えばこの満東の tt レース でこれホンダ5連覇してますけども優勝めっちゃしてるわけですねそして f 1レースに参戦しましたこれも優勝を飾っておりますしそして cvcc エンジンですよこれで1 にホンダの凄さを知らしめたという感じですねそして、外せないのが F1 に再度参戦してですね、こういう風にこのエンジンにホンダと書かれてるわけですよ。レッドブルーにですね、このエンジンを供給しているわけでございまして、4つですね、パワーユニット供給してると。F1 では、競合のレッドブルーに対してですね、トナダさんのチームですね、エンジンの供給も行っておりまして、フェルスタッペン優勝しますからね。やはりホンダといえばエンジンとイメージする人も非常に多いはずなんですね。ののあの感高いエン,ジン いいンンいいよねねみたいなな、ね、あれかかららやめらんないとか、ね、で鈴鹿といえばホンダの本拠地でございますから画面で見るとですねアップダウンないように見えるんですけども非常にアップダウンがあってですねそして F1 回でもですねあの鈴鹿のコースというものは非常に面白いとワクワクするんだっていうような本拠地 F1 のコースも持ってるわけですね。しかしか ホンだですよ。なんとですね、最近ですよ。2040年に世界の新車、すべて、エレクトリックビークリーとですね、FCV ですね、に集約するということで、三部社長がですね、就任初会見で表明すると。初会見で表明するということは、多分、初会見前にも決まってた。 という意味でですねこういういな大本営の発表があったわけですねということで、このシビックですよね。CVCC エンジンを捨ててですね、この EV に力をめちゃくちゃ入れていくと。で、このホンダの動画もすごくいいわけですよ。ホンダの歴史がめちゃめちゃ詰まってて、このホンダのホームページから見えるわけですけども、この自動車でやってきたんだけども、そこに重ねるように、この EV を登場させるわけですね。まさに今後のホンダは EV でやっていくということで、ホンダはですね、各投 なるものとの決別を決意すると。要するにエンジンはもう俺たちは切り捨てるんだということを案に言ってるわけですね。ここにホンダならではの今ジネマがあるんじゃないかなというふうに思いました。というのもホンダ総一郎はね、そして F1 のエンジンということでホンダといえば総一郎、総一郎といえばエンジンなんですよ。エンジンでこのホンダのブランドをですね世界に轟かせたということですね。エンジンがホンダの一番のいよりどころだ。 たんですがそれを切り捨てるとホンダ40年に新車種を EV と FCV、日本勢初のですね、脱ハイブリッド表明をするということで、ロイターでも取り上げられてますが、エンジンからの脱却、インパクトはもう僕としてはめちゃめちゃ大きかったわけですよ。トヨタもね、最近なんか明夫さんもエンジン捨てねエンジンも開発してこーみたいなことを言ってるわけですけども、ホンダは捨てると。衝撃ですよ、愛知県民として。 そして、それ以上に衝撃だったのは多分、ホンダの従業員だったと思うんですね。いや、俺たちエンジンで今までやってきたんだぞホンダの否定にもつながりかねないような、非常にですね、センシティブな内容だと思いますと。ということで、ホンダは次のよりどころを創出しなければならないと。じゃあ、次はどういったところに、ホンダのエネルギーですね。エンジニアのエネルギーをつぎ込むのか。難しい。この言語化がもう必ず必須になっていると。ビジネス構造が変わる可能性がある今本当に正念場で、例えば、 清さんもさっき言ったようにエンジンやってくぞって言ってるわけですね、えー、EV に一回行ったんだけど揺り戻しが来てる し、まあ今、急速ちょっとしてるよね、停滞気味だよねっていうふうに言われている中、じゃあ EV に全部振って本当に正しいのかみたいなものもあるし、正解がわからない中でこういうことをやっていくっていうのは、現場負担が非常に大きいわけですね。ということで、ソニーとホンダがですね、タッグを組むという発表もしましたね。この協業もですね、模索の中の一個とああのソニーとホンダがと、2社ともめちゃめちゃ個性あるから、あそこはタッグ組むんだということで、沸き立った人もいるんですが、じゃあどの 技術に魂を今後注入していくのかということはあんまり大っぴらに語られてないわけですね。まあ、ホンダが受け持つ領域の明確化がされてないんじゃないかなというふうに外野からは見えるということですね。そして、この三部さんですね。このように言ってます。2040年まで電気自動車や燃料電池車の販売比率を100%にするという目標を発表した時に、なんでエンジンを捨てるんだと。と言われました。でも、ホンダはエンジン技術がすごいのではなく、その技術を作ってきた人がすごいんだ です。ということなんですね。発言の真意もリソース。を 転換させてエンジンじゃなくて次の技術に対してリソースを込めるんだという意図があるはずでございます。過去の社長が誰もやってこなかったこれ重労働なんですね。ある意味過去の社長というものは今までの延長線上から新しい技術を開発すればよかったわけですね。しかも EV 動態が読みにくく、もう正念場何回も出てくるんですけど、本当に正念場だと僕は思っているわけですね。例えばこんな感じでロイターからですね、フォルクスワーゲンが東欧での電池工場広報地決定を改めて延期すると。 要するに電池工場を規定路線でバカバカ建てる予定だったんだけども、確か第4工場をですね、建てないって決定したわけです。延期って。ドイツ自動車大手フォルクスワーゲンのオリバ・ブルーメ会長は1日チェコなど東方4カ国で検討している4番目の電池セル生産工場の広報決定について改めて延期する考えを表明したと。電気自動車需要が期待ほど高まっていないことを理由に挙げましたと。で、一方でアメリカですよ。アメリカで EV 販売が急失速と。政権目標に暗雲ということで、 在庫は極めて高い水準であると。これ何を言ってるかというと、例えば、プリウスなんかは入ってきたらハイブリッドはですね、もう1週間ぐらいで履けちゃうそうです、ね。はい、売れます。だけど、トヨタのですね、BZ4X ですね、トヨタの電気自動車なんですけど、在庫最長で200日と、200日動かないっていうことで、全然 EV が売れないというような代理店の声が届いてると。 ということで、インフラを今構築中なので、顧客がついてこれてないですという現状が見えてきてますと。各国で EV の停滞感が出てきており、自動車開発に数年かかるので、例えば自動車開発してすぐ売れるわけじゃなくて、3年とか4年ぐらい、ラインオフするまで時間がかかるわけですね。3年4年経つと EV の動態も結構変わってるんで、果たして全振りしてそ ここが正しかったかっていう判断も非常に見極めが難しいわけですね非常に授業を読むことが難しい中でホンダの舵取りが問われていると。政治力で半ば決まる ev トレンドを乗り越えられるか今 ev に振ったのはいいものの ev というものはやっぱり補助金政策で買われるとかそういった政治工作もものすごく働くわけですね例えば eu 初でこの ev やっていきましょうって言ってるわけですけどもこれトヨタのハイブリッドに勝てないからっていうふうに言われてますし今度 eu がですね中国にやられ始めるとですね中国 さんのの、e、ev には関税をかかけけるるとと言ってて <laughs> この政治力ででねじ曲げようとしてるわけです、ね、そういったところもあるので難しいよねと。さらに GM と協業して小型の量産型のですね EV を一緒にやっていこうってしてたんですけども、これ断念してますね。高級車についてはまた別ですよって感じですね。ということで EV 一本打法は文字通りこれ本当に本当に大丈夫かというような社内の物議もあると思うんですね。なのでそのリソースを振ってく。 いいいううとところは非常ににに難難ししさらに過去のよよ技術だけででブレークが難しいですよね政治力も関係するしということでまさに正念場であると EV トレンドの流れでソニーとの協業はエレキに強いソニーに部があるのかというふうに言われるんですけどいやそんなことないです実はホンダもかなり自力を持ってましてそれを証明するようなものが非常にたくさんあると例えば量産型の FCV なんかもホンダが初めて作ってたりするわけですねまずですねカーナビですねこれ実はホンダが初めて世の中に発表したんですね当時どういったものかという ととでですすね地図が搭載されててるシート画面に自ら差し込むと <laughs> はって感じですけどマジでめんどくせえと。移動に合わせてえフィルムをこれを交換するわけですね。マジでアナログかよって。しかし、センサーと16ビットマイコンで位置情報を算出してですね、この座標を決めていったということで、まさに当時ですよ、最新技術とアナログを掛け合わしたもので、まあ、非常に不便であったというふうに言われてるんですが、初の開発になっていると。非常に先進的ですねと。で、今ではですね、ホンダのカーナビゲーションはですね、リアカメラで安 単身ププララスラインナップとししししてててて進化しておりまして好評を博してるわけですねですとかホンダジェットですよこれ結構すごくてホンダの従業員がですね単身アメリカに乗り込んでですねあの三菱重工が果たせなかったですね野望ジェットもゼロから構築する独創性と自力がホンダにはあるわけですねすごいでしょしかもこれ単に小型ジェット作っただけじゃなくて不可能と思われたこの2つの羽の上にですね欲に対してエンジンを搭載してるんですよで今までの小型ジェット っていうのは本体にしかくっつけられなかったというふうに言われてましてこれを欲につけることでどういった効果があったかというとまず騒音がめちゃくちゃ低減するしそしてスペースがめちゃめちゃでかくなる結果としてアビオニクスというものはですねこの航空系の電気部品ですよね。 パナソニックとかが非常に強いんですけども、これを外気温、温度環境が非常に厳しい環境にさらされるような状態で使われてたんですけども、スペースが広くなったことによって、航空機の中の温度でコントロールできるようになってですね、非常にこのアビオニクスの装備を価格低減することに成功したんですね。ということで、まあ唯一無二のこの小型ジェットになっていると。飛行機部品っていうのは300万点とか100万点とか言われるわけですから、これを一からですね、このサプライチェーンもやってのけたと。 他の自動車メーカーにはない可能性がホンダにあることは疑いようがないわけです。 まあこれ自力でやってけんじゃないのっていうホンダならできんじゃないのっていうようなワクワク感があるわけですねそしてこのカーナビゲーションをですね開発したっていうところがかなりキーポイントになってまして今後のやっぱりビジネスっていうのはネットワークを抑える重要性があるとカーナビゲーションというものはですねこのパネルこそがネットワークの中心であるとこれ何かというと日本製造業の次世代戦略という山田太郎先生がですね15年ぐらい前に書いた本に書かれてるわけですけども自動車というものは今後ケースというトレンドがあって このタッチパネル中心で、まあ、要するにソフトウェア中心で構成されるだろうとそのソフトウェアのインターフェースがカーナビゲーションになるから例えばテスラなんか想像いただくと全てあのパネルで操作するじゃないですか。 あそこに集約されて、あれで一曲で全部、例えば空調もそうだし、ブレーキなんかもそうだし、自動運転なんかも全てそれを統合管理していくと。要するにネットワークをあそこで作っていくっていうことなんですね。それを実は一番最初に開発してるんで、その自力があるんじゃないかと。 ということですねなのでホンダ実在自動車ののの構築のどの部分を担うんですか例えばこのインターフェースは絶対もうホンダがやるから他のところはソニーに渡してもいいけどここに俺たちのエンジンに代わるリソースを詰め込んでいくんだっていうメッセージを果たして出せてるかどうかですよね。統合ゲートウェイコントローラーをホンダが担い例えばエンタメとか、ね、映画とかセンサー系はソニーさんがやってくださいみたいなビジネスの協調領域と競争領域を言語化社内でできてるかどうかですよね。エンジンジがない将来に向けて ホンダ技術者の魂をどこに仕向けるのか、そのような言語化をホンダ内部で果たせてるかどうかが、おそらくホンダの勝負の分かれ目になるんじゃないかなというふうに外役からは思うと。もしかしたら社内でこれ行えてるかもしれませんと。そして、ホンダはそれだけじゃなくて、世界初ですね、レベル3、高速道路は確か60キロ以上で手放しで運転できるという技術だったと思うんですけど、これを実現してると。だからこういった自動運転のオートノマスみたいな技術もやっぱ卓越してるんですね。統合コンントロール技術はホンダがやるでもいい と先ほどお伝えしたように、ね、ある意味、トヨタはマルチパスウェイで、俺たちはもう全部手抜かなくて全部本気だぜ、みたいなものも、ある意味、あれも原稿化だったと思うんですよね。なんで、いや、エンジン技術者としても、ハイブリッドは残ってから、絶対やってくよ、みたいな。で、やっぱり、秋尾さんうまかったのは、ああいうふうに発表すると、見捨てられないっていうか、この技術絶対有効的に使えるんだ。やっぱり、エンジンがなくならないっていうのは、現実にあると思うので、非常にうまかったですよね、っていうことで、まあ、トヨタある意味うまくやりましたよね、っていう感じですね。 レジェンドの栄光ですよね。過去のホンダということで、まあこの宗一郎さんが行った時代ですよ。まずはですね、ピストンリングから入ってですね、とか、まあバイクですよね。マントの TT 優勝とかでね、CVCC というまあエンジン系の技術ですよね。で、そこからレジェンドが残した魂ということで、技術の継承発展ということで、カーナビゲーションとか、AWS とかですね、あと F1 とかジェットへの再参入っていう感じですね。やっていくと。一方で、今ですよ。新しい技術のよりどころを模索しているエンジニアリングの転換ということで、 脱エンジンということですねだから今までのロレスシと全然違うわけですよしかも EV 値には表現しにくいわけですよねだってバッテリーとモーターとインバーターとあとコントローラーだけでしょだからそこでどこにリソースつい込んでいくのって非常に言語化難しいですよね細かいしソフトウェアになると表出しが難しいですよねとかこの CES ですよねガジェットの一大見本市でございますがアメリカのこういうふうにもうコンセプト発表してましたよねまあコンセプト発表してるんですけどリソースの先に対して言語化できてるかっていうことですね、まあ、宇宙事業 というふうに言っていると今までの延長線上では勝てない時代に突入し技術に対するスプリッツの入魂先の転換期であるということですね非常に重労働だと思います EV というなかなか先ほどお伝えしたようにエンジンみたいなね技術 とはまた違うじゃないですかということで、表現が難しい課題と、このホンダの皆様は対峙してると。で、あとは社長人とか経営人が、その EV だったらどこにリソースを突っ込んでいくのと。インターフェースはもう全部ホンダがやるから。こう、統合コントローラーにもう全部リソースかけて、全部このプラットフォームを作るとかですね。そういう言語化が果たしてできてるかなっていう感じですね。ということで、このソニーとのアフィーダですよね。何が面白いかっていうと、いじれるようになってると。 例えば、Android を搭載してですね、ソフトウェアを、運転と関係ないところを、この乗り心地まで含めるかっていうところは議論があったみたいですけども、いじれる価値を提供して、新しい価値体験を創出できるんじゃない例えば、光るライトの色とか、外部からソフトウェアをダウンロードして、それを自分だけの EV にするみたいな感じですね。そうするとまた新しいですよね。アップデートプラス、テスラアップデートで、まあ、自動運転とかオートナマス技術を発展していくわけですけど、ホンダソニーはダウンロードして、そして自分で構築したプログラムを流すことによって、 自分仕様の EV を作れちゃうみたいな、ね、そうなったらまた面白いですよねっていう感じですね。これはどうなるかっていうのは目が離せないですよねっていうのと再編も活発に進めるホンダに最後触れておきたいと思います。このようにですね、ホンダですね、モーカーの工場、これエンジンを作ってる工場なんですけど、これを閉めるということを発表してますね。まあ、地元には衝撃が広がっ てるみたいですねプラスですね八千代工業ということでガソリンの燃料タンクですよねもう e ブになるとガソリンの燃料タンク必要なくなりますからこれをですねサプライヤー再編させて確かインドに売却したわけですねインド会社にですねそしてホンダの子会社の系列サプライヤーということで確か東海理科がやってるようなロックキーシステムをホンダロックだったと思うんですけどもミネベア三井に売却してますよね ということで、再編動いてますよ。エンジン周辺部品を中心に再編をかけておりますと。で、一方で、この宇宙にも行くぞということをやってますね。このようにジャクサにも1 0年間で1兆円の毎年1000億の基金がついておりますから、これを多分有効活用していくとは思うんですが、宇宙産業への挑戦も行い、エンジン部品の技術を残す側面もあるんじゃないかなというふうに思います。エンジン制御技術は流用可能というふうに言われてますし、まあコントロールの部分ですよね。そして、国も基金編成を行い宇宙事業へ非常にアグレッシブですよね。ある意味チャンスですよね、サプライヤー。 宇宙ビジネスっていうのは非常に今後めちゃくちゃ大切になってくるんでこれはまた別会でお話ししたいと思いますが再編は今後も続いていくとまあ激動の時代かなという感じでございますということで本田総一郎とですね揺れるホンダですねまあ揺れてないかもしれないですねもしかしたら社内で言語化できてて俺たちはこの EV の中でこれだけやってってここは絶対勝ちパターンになるからここに全リソースのエンジニアのリソースされてくんだみたいなことが言語化できてればこれは素晴らしいですねだけどこの EV の揺り戻しが今起こっているわけです から非常に難局ですね。以上でございます。お疲れ様でした。まあホンダ内部ではすでに一卒ができているかもしれませんので、恐れ入りますが一意見として見ていただければ幸いで。 ございますとそしてプライベートで勉強会をやろうかと思ってますのでもしかしたら募集がかかっているかもしれません。ここはですね会員制のですねコミュニティなんかも実は作ろうと思ってるんで、まあ、本格的にこれ主導したら皆さんにお伝えさせていただきたいんでこちらも楽しみにお待ちいただきたいと思います。ということで今回はホンダ会でございましたがまあ、いつもですね製造業に関連したトピックを扱っております。自動車関連だけでででではなくてすすねね fa 制御ファクトトリーオートメーーオメションンとかままあ、工作機械半導体です、ね、セミコンアンバサーしますので製造業で されている方はぜひチャンネル登録いただいて応援をいただきたいのと刺激があればですねいいねマークとホンダ社員なんですけど今こうなってますよみたいなね内部の状況ですね <laughs> そこもコメントでいただければ嬉しいかなサプライの方も多分見られると思いますのでぜひね僕のまとめに対してどう思われたか心境をトロいただければ幸いでございます最後ですね次回の動画の前にスポンサー動画でございますどうぞ 2024年のですね、仕事依頼もだんだん増えてきておりますが、PR 以来ですね、少し枠がございますので、ぜひお待ちしております。そして、講演会ですね、もう毎日のように引き合いが来るんですが、こちらも合わせてですね、2024年のお引き合いをお待ちしておりますので、ご希望があればですね、Twitter の DM もしくは、YouTube の概要欄のメールアドレス宛によろしくお願いします。お待ちしております。 ということで、次回は未定になってますが、山発動機かもしれないですね。もしくは半導体の回かもしれないという感じで、えー、またしばらくお待ちいただければ幸いでございます。次回の動画で会いましょう。じゃあねっバイバイ